衛星写真サロマ湖は、北海道を法筑海岸の北見市、ところサロマ町、門別郡優別町にまたがる日本最大の寄水湖。表記については、サロマ湖、サロマ湖などもあるが、現在では、カタカナ表記が一般的である。面積は、約152平方キロメートルで、北海道内で最も大きな湖であり、琵琶湖、霞ヶ浦に次いで、 日本で3番目に大きく、奇水湖では日本最大である。湖名の由来は、アイヌ語のサオマッペより、これは本来、流入河川の一つのサロマ別川を指した地名であり、現在のサロマ湖の方はただ東と呼ばれた。北海道北東部に位置し、網走国定公園に含まれる。湖は東西に長くなっている。湖岸線を見ると一つの大きな湖本に見えるが、 固定地形を見ると、南岸東寄りから突き出たキムアネップ岬付近に浅い部分があり、これにより東西二つの湖盆に分けることができる。西の大きな湖盆には、バロー川、ケロチ川などが流れ込み、深刻王から流れ出る。東の小さい方の湖盆に流れ込むサロマ別川は、流入河川の中では最も大きな川であり、河口にできた三角周上には、 サロマ長浜サロマの市街が広がる。長さ25キロメートルにも及ぶサスによって、オホーツク海と仕切られた石湖であり、貴重な植物の宝庫である原生花園となっている。特に湖の東側に位置する和、湖岸各地に景勝地があり、特に南東側の北見市ところ町境裏は、湖に落ちる夕日の美しいことで知られる。第一湖王、第二湖王には、 流氷の侵入を妨げるためのアイスブームが設置されている。サロマ湖はオホーツク海の湾入部が大佐によって海と切り離された石湖である。それより前の縄文時代には海と隔てるさすがなくサロマ湾として海水をたたえていた。湖が生まれたのは今から約1000年前と言われる。豊富な海産物を求めて古くから集落ができており特に ところ栄浦では俗上門時代からオホーツク文化、アイヌ文化と続く建物跡や、それに伴う異物が狭い範囲から多量に発掘され、考古学的に貴重。東京大学文学部の施設がある。完成10年頃には周辺に和人のワイ屋が置かれて漁業が営まれていたことが記録されている。かつては高級的なここを持たず、 春になると、サス東端の小尻に近くに湖行が開き、秋になると氷砂で閉塞していた。湖水くらいの上昇は沿岸に湿地帯を多く生じさせ、増水時には氾濫被害なども生じることや、湖を閉塞が漁船の外海との往来に支障することから、明治時代以降、毎年融雪期になると、東仏地域の住民たちは、人為的にここを改作していた。 じりにへの古行は湖の東端に偏っており、西岸、南岸の湖岸住民たちは、外目との往来に、じりにへの大回りをするか、さもなければ、小舟を人力で引き上げて、湖と外海の間のサスを乗り越える作業を余儀なくされた。湖水上昇の被害とも相まって、西岸、南岸の住民には、西寄り古改作の希望が強かった。 明治28年測量によるサロマ湖周辺の最も古い地図には東仏湖港より西側に新湖港屈作の案らしきものも記入されているが当時は実現していない。1920年代には東岸住民らの反対を押し切って西岸住民らの西寄り改策が繰り返されたものの敷屈喉に自然閉塞が生じ試みは頓挫していた。しかし、 1929年春、優別町の住民たちが西寄りにあるサンリバニア付近に新たな古行を見さく、4月16日に上幅島の水路改作工事が終了したところ、工天による湖水大量流出などが影響し、4月16日夜から、改作部が短期間で自然拡大、長さ350メートル、幅100メートルを超える永久古行へと返事た。 以降、東仏古港が開かれることはなくなり、湖面はほぼ常時海水面道等の水位となった。1973年より、ところ町側に湖の水質改善、漁船の出入りを目的とした、長さおよそ300メートルの第二古港の改作工事が行われ、1979年に開通した。しかし、第二古港は、航路が幅五十メートルと比較的、狭いため、 大佐による航路閉塞がたびたび起きており、またここに架橋された橋が低いために漁船のマスト脱着などが必要であったことから2008年以降は航路幅75メートルへの拡幅と橋の掛け替えが進められており2015年8月に従来の橋より桁し高を倍増の14メートルとした新橋梁が開通している。漁業法上は海面に指定されている。 ホタテ貝、カキの養殖が盛んであり、その他サケなどの魚類や、北海島エビなどを産出する。1929年の永久古港の開作以降、サロマ湖への海水の流入は増え、湖水の塩分は海水に近いものとなり、海水魚も多く入り込むようになった。水質、水温の急激な変化は、生態系を変え、かつて、東仏地域などで豊富に採取できた。 天然蠣は短期間で壊滅した。1930年代以降、対策として蠣養殖の研究が図られたが、その過程で蠣よりもむしろホタテ貝の養殖適地としての可能性が見出された。長年の試行錯誤を経て、1960年代以降はホタテ養殖の試みが軌道に乗り、サロマ湖で最多の水産資源となっている。キムアネップ岬付近には、 ア血ケッの群落があり、秋には群落ごと赤く染まる。湖の南岸地域には、網走市、門別市に通じる国道238号が、通っている。238号沿いのサロマ町アザナニワには、物産館や、宿泊研修施設を備えた道の駅サロマ湖、遊別町には、レストランや遊園地を備えた道の駅アイランド、遊別がある。かつては湖に沿って、 国鉄有望線が走っていたが、国鉄再建法による特定地方交通線に指定され、1987年に廃止された。バスは、東岸では、網走バスが、赤北本線網走駅と、北見市営バスが、所町中心部とを結ぶ路線を、南岸では、サロマ町触れ合いバスが、町内路線を、西岸では、優別町営バスが、町内路線を運行している。 有毛線廃止から2010年までは、有毛線廃止大隊として、しりサロマ有別町中有別を通し、運転するバスも設定されていた。ありがとうございます。